現在本屋の遊林堂では YouTube チャンネルもやっているブッコロー殿の限定カバーがもらえるのである。これが超可愛いのでこれに着彩をしてみようと思うのであるぞ。まずはコピックを使って広い面に色を置いていくのである。こうすることで全体のシルエットと色調を整えるのである。コピックで色を塗り終わったら色鉛筆を使って色を塗り重ねていくのである。こうすることで陰影や単色で印刷された部分に色を置くことができるのである。複数の色を何色も重ねていくことでより深みのある絵を表現できるのである。黄色い紙なのでこんな風に色鉛筆で白を重ねると綺麗な発色にすることができ、ブッコロー殿の左右の目の色の違いも細かく表現できるのであるぞ。配布されているブックカバー OK ゴールデンリバーという非常に画材の色のりがしやすい紙なのでお絵描きにぴったりなのである。というわけで完成したイラストがこちら。元がモノクロのカバーだとは思えないほどカラフルな絵になったのが分かったであろうか。いつも YouTube で楽しく見させていただいているブッコロー殿を楽しく塗らせていただいたのであった。応援しておりますである。バイバイ。